皆さん、こちらの情報知ってますかね、えー、ちょっと速報ではありませんが、お伝えしていきたいと思います。ここはいえー、ココ大輔さん、えー、こんにちは。おはようございます。よろしくお願いします。えー、っと、これって記術かな鍵山選手がですね、どうやら曲をプログラム、なんか決まったみたいで。 オリンンピックのエキシビジョンで滑る特別プログラムですね特別プログラムが、えー、豪華プロジェクトのようですよということみたいですね。僕ねあの、これ初めて聞いたんで、歌舞伎テレビの中では記述だと思いますよで。曲はミシアさんかなミーシャさんかなが提供ということですね。で振り付けはヨネズさんのパプリカの振り付け、えー。パプリカの振り付け師。 ステーティングの振り捨ては鈴木明子さんだそうです。なるほど。鍵山くんが鈴木明子さんの振り捨てっていうのは、かなり斬新だなと思いますね。うん。これまでも鈴木明子さんで振り捨てはあったか分かりませんけど、なんかすごい斬新な感じです。今、鍵山君って名古屋で練習してました中京、中京のリンクで。ね。だから多分、鈴木明子さんも中京のリンクで、 いますからそういった関係で、あのー、あれかな、えーまあ、結構、うん、鈴木さんとコンタクト取りやすいっていうこともあるのかな。はい。えー、でも、結構前から、えー、計画されてたということみたいですね。なるほど、すごく面白いですね。あんま僕、エキシビションぶっちゃけあんまり見ないんですけど、ちょっと僕、斬新なんで気になります。えー、これはエキシビションも楽しみですね。選手たちは あと2週週間間足らずででもうほんと2週間ですかすごいねもうあっという間に来ちゃうんですけど現地入りでしょうかドキドキワクワク四、うん、大陸選手権が来週でしょうだから、えー、エストニアに行きますけどその後じゃあすぐにオリンピックという流れになってくると思うのでまた開会式に誰が出るのかっていうところもね気になるんですけど。 まあ新型コロナの影響でどういう風になっていくのかというところがね、まああれですけどね。はい。まあ、そんな感じですよ。なので、これは多分ね、初めて出ましたね。うん。はい。そういう感じでございますので。